今日はですね、これでございます。不要分指摘問題に関して言ってみたいと思います。で、もちろん、それにいきなり突入するよりかはですね、ちょっと前振りをさせていただけると幸いでございます。で、不要分指摘問題。まあ、なかなか、普通の問題、大学の問題では、まあ、見かけない問題ですが、よく我々が見かけるのは多分これかと思います。一般的な内容一致問題とか、空小重問題とか、まあ、いろいろあるかと思います。で、これでですね、我々が一体何をしているのか、ということを認識すれば、あとはそれと反対のこと、逆のことをすればいいだけでございますので、まあ、ちょっとですね、このあたり見ていただきたいなという感じがします。で、まあ、ちょっと、まあ、例としては、内容一問では分かりやすいかと思いますので、それなりに、まあ、見ていただけるとよろしいかと思いますが、結局、例えば、本文中、こう、まあ、一応3行、例として書きました。で、例えばですね、こう、本文中に、例えば、こういう表記があったかと思います。まあ、矢田先生ということです。で、設問、例えばこの本文と合致するものを次の3つの中から選んでくださいと言った場合、皆さん何をしてますかっていうとですね、まあ、1、2、3を見てですね、例えば、選択肢2番に、まあ、やだっちとあればですね、ああ、正解は2番ですよねっていうふうに皆さんは思ってですね、これに丸をするはずです。で、結局、まあ、それで正解にはなるんですが、じゃあ何をしてるんですかっていうと、皆さんは本文読んで、あ、矢田先生だ。で、選択肢、お、矢田っちゃうじゃないか。お、言ってること同じやな。っていう感じで、皆さんは無意識のうちに、本文の一部の内容と、そしてその選択肢の一部の内容が、こういうことですよね。言い換え可能だ。というふうに皆さん判断するので選択肢の2番を選ぶはずなんですね。ですから、これは皆さん空小重とか他の設問形式でも同じなんですけども、結局我々はですね、言い換えが可能なものを選び出しているはず。もしくは探し出す力が求められているんですね。ですから皆さんこれを記号で言うと、こういう感じでよろしいかと思います。まあ、ニアリーイコールですね、こんな感じでございます。ですから、一般的な設問形式が言い換え可能なもの、ニアリーイコールを探しましょうねというふうに認識できれば、一方この不要文の指摘問題、というのは言い方変えると、言い換えができないものを選び出せば、それが正解になるはずなんですね。なので、これをですね、この後、実際の問題を使ってですね、実演してみたいと思います。そして、この動画の流れなんですが、今、このあたりを説明しましたので、この後皆さん、情報構造ですね。やっぱり説問のヒントになってくれるのは、情報構造でございます。ので、これをご視聴いただいてですね、その後、不要文の指摘問題というふうにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちら、さ、長文の授業がやってまいりました。皆さん、以前からですね、このお話はさせていただいております。情報構造。具体的に言うとですね、長文のその正解の根拠、ヒントの決め手となっている内容は、文章の後半に存在している可能性が極めて高いですよ、というお話でございます。で、もちろん、それを具体的にお伝えすると、皆さん、B 動詞の右側、一般動詞の右側、助動詞の右側、そして、前置詞の右側、さらには否定語から右ですね。もちろん具体的にはこの右側の例文をご覧になっていただけると嬉しいかと思いますが、これを、皆さん今からですね、体感していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん、不要文指摘問題ですね、実際の問題を使っていってみたいと思います。ポイントは、言い換えが不可ですね、言い換えが難しいもの、できないものを探し出すというところで、皆さん一緒に見ていただけると嬉しいかと思います。では皆さんいきますね。wearing proper shoes、適切な靴を履くことは can reduce problems、まあ、問題を減らすことができます。with your feet、足の問題ですね、それを減らすことができますよと。で、here are some important
ポータントポイント、ここにまあいくつか重要なポイントがございます。To think about、まあ、考えるべきいいポイントがありますよ。で、in order to choose the right shoes ということで、適切なですね、正しい、靴、それを選ぶために考えるべき重要なポイントがありますということです。で、おそらく、このあたりまで読み終えるとですね、まあ、1行目のところにも、このあたりですかね、reduce problems with your feet ということで、足の問題を減らすというお話が書いております。で、当然足の問題を減らすためには、まあ、確かに正しい靴ですかね、これがまあ重要だということが一応分かってくるかと思います。で、マリッチマンですね。make sure、まあ、確かめましょうね。確実にしましょうね。the insole、で、insole っていうのは、the inner bottom part、内側の底の部分ですかね。of the shoe、靴の底の部分、というものは、is made of material ということで、その素材で作られておりますよ。で、それはじゃあ、どんな素材ですかって、fitch、absorbs the impact、その衝撃を吸収してくれるんですね。で、それは on your foot、あなたの足に対する衝撃を、吸収する。で、それはフェンウォーキングで、歩いてるときですね。まあ、そういう素材で作られてること。まあ、確かにそれは、足の問題を減らすことができたり、正しい靴として、まあ、バッチリだということでいいかと思います。で、丸にはですね、the upper part of the shoe、靴の上の部分ですかね、それは should be made of、breathable material ということで、呼吸ができる、まあ、通気性の良い素材で、作られていた方がいいですねと。で、それは、例えば such as、leather or cloth ということで、革とか布ですかね。ですから、これも、確かに足の問題を減らしそうですし、正しい靴としてバッチリだという感じがいたします。ですから、言い方を変えると、言い換え可能だ、というところで OK かと思います。で、丸3番読み始めると、サムブランドネームレザー、まあ、この辺がちょっと怪しいですけどね、ブランド品のなんか革の靴ですかね、それはフェイマス、まあ、有名ですと。because of their fashionable design ということで、まあ、流行のデザインが原因で、ということでも、このあたりが、もうダメダメですよね。つまり、その問題を減らす、正しい靴のお話をしているにもかかわらず、ファッショナブルデザインですよね。流行のデザインっていうのは、問題を減らすことにはまた関係がないと。つまり、言い換えができない。言い換えは不可ということですので、選択肢の3番ですよね。これが正解ということでいいかと思います。で、じゃあ、ヒントはどのあたりになったんですかっていうと、もちろん、このあたりが決め手になってるんではなかろうかというところでございます。で、もちろん、1をよく見ると、皆さん、情報構造の観点からするとですね、皆さん、オブ、前置詞の右側ですよね。まあ、もちろん、まあ、ここにピリオドございますので、まあ、文末っちゃ文末なんですけども、もうちょっとちゃんと言うと、前置詞の右側がヒントになっているというところが決め手になりますので、これをぜひ、意識していただけるとよろしいかと思います。では、次に行きます。2代目でございます。早速行ってみますね。in Japan、日本では there are several ways、いくつかの方法がございます。それは of transporting goods、まあ、商品を輸送する方法ですね、がいくつかありますよと。each method、それぞれの方法というのは has its own advantages and disadvantages ということで、まあ、長所と、短所ですね、がございますということです。で、まあ、1番、transportation by air ですね。飛行機での、まあ、輸送。though it can be expensive、まあ、高くはなることもありますが、is suitable、適切です。for carrying goods、商品を運ぶ上では適切ですよ。で、その商品というのはどういう商品ですかって、fitch require speedy delivery ということで、スピーディーな配達、それを必要としている、商品を運ぶことに対しては、まあ、飛行機というのは適切ですよということです。で、もちろんこのあたりまで読み終えるとですね、おそらくこのあたりで反応ができるかと思います。トランスポーティンググッズですね、その商品を輸送するということです。商品を輸送するということは、皆さん商品を運ぶということでございますので、皆さんこのあたりですかね、キャリンググッズとしっかり言い換え可能、まあ、言い換えられておりますということです。ですから、こういう感じで皆さんつながりがあるので、丸一番は、削除する必要性はないよということです。
そして、丸2番ですかね。Buses can carry many passengers ということで、バスはたくさんの乗客を、運ぶことができますよ。もう終了ということですね。ですから、今読み始めるとですね、運ぶ相手が目的語が many passengers になってますよね。つまり商品を運ぶ話をしてるんですけども、なんか突然乗客の話になっております。つまり、このあたりと言い換えができないと、言い換え不可ということでございますので、選択肢の2番が正解ということでいいかと思います。で、大切なのはやっぱり決め手となった根拠ですよね。どこを読んで、丸2番を選んだのかというと、当然、助動詞 can の右側ですよね。もしくは、carry という一般動詞の右側。ここを決め手とした、根拠とした、ということも一応意識していただけるといいかと思います。ですから、正解は2番でいいんですが、皆さんの今後につなげるためには、やはり、根拠を明確にするということと、あとは根拠は、が一体どこなのかということですね。なんとなくではやっぱりダメですから、こういう感じで、助動詞の右側とか、一般動詞の右側とか、先ほどの問題だったら前置詞の右側とか、そのあたりをぜひ意識していただけると、勉強になるかと思いますからね。これも、一つポイントでございますので、それ意識して、頑張っていただけると嬉しいかと思います。